本校では、北海道の神社、神社行政について、主に歴史的な観点から概説する。明治の神仏分離以前は、神道と仏教は混交しており、古い寺社について、仏寺と神社を明確に弁別することはできない。例えば現在は、五福島神社と称する神社の多くは、仏教的な弁天堂や弁天社と呼ばれていた。法律する脇沢山神社の輪口には、 三だ信仰の名が刻まれている。ここでは、神仏分離後に神社として存立したものを神社と、みなし、神仏分離以前のものについても、神社と表現する。一般に、蝦夷地は、北海道の旧称として用いられるが、蝦夷地という語を文字通り解釈すると、蝦夷の住む地ということになる。この観点では、和人が住むようになった、北海道の南部は、蝦夷地ではない。 北海道という呼称は明治以降のものであるが、本校では便宜上、それ以前の時代についても北海道とする。戦国時代から江戸時代には北海道の南部では人による支配地が確立した。歴史的観点から北海道を正吉と江戸地に分ける考え方もある。この考え方は一般に普及した分け方とは言えないとしても、 北海道の歴史を外観する上では便利である。マサキ藩の支配地域は時代によって大きく変わっているため、どこまでをマサキとするかは厳密には注意を要するが、ここでは概ね道南の和人地の意味でマサキと言い,い、それ以外の地域を競技のエゾ地とする。北海道は冷量な気候ゆえに稲作に適さず、マサキ藩では米による国高性の代わりに、 主に海産物の収入に基づく治療を行った。これは、アイヌとの交易によって行われ、北海道の沿岸部には、場所と呼ばれる、交易拠点が設けられた。江戸時代の中期には、商人が場所を独占して、交易を行う場所受けが制度化された。これらを通じて、江戸地にも和人の集落ができるようになり、各地にも神社が設けられた。江戸時代の後期には、 ロシアの南下政策への対抗上、幕府による北海道の直轄が試みられた。このため、正木藩の支配地、幕府の支配地、江戸地の範囲は19世紀にしばしば変更されている。この時期に江戸地警護のために武士団が北海道の各地に派遣され、彼らによって神社が創建された。明治になると開拓者が北海道各地に入植するようになり、 彼らによって神社が建立された。やがて、これらの諸者は国家神道の観点から体系化される。道南では遅くとも、中世には和人によって神社が創建されていたと考えられている。これらの神社の多くは道南の漁業拠点に集中し、神道や密教が混交して山岳信仰や三崎信仰が主体的だった。これらの神社は、 松前神楽などに象徴される独自の文化を要し、後の北海道開拓時代に新たに創建された神社とは一線を隠すことになる。和人がいつ頃から江戸地へ入ったのは定かではないが、道南の沿岸地方には創立年代が不詳の古社が多い。古いものでは平安時代に欧州藤原市の残党が東へ渡り神社を建立したという説もあるが、 鎌倉時代か遅くとも室町時代には神社が混流されていたことが確実視されている。以下に北海道最古の神社と見られるものを挙げる。北海道最古の神社の一つ馬神、大神宮神と八幡神社完成11年に平取に混流された吉爪神社は八幡神社の一種と考えることもできる。一応、江戸地は安藤氏の官僚ということになっていたが、 実際には、いろいろな豪族が土着して、館を構えていた。彼らはその館に神社を建て、これを館神と称していた。館神では武神である八幡大菩薩、八幡神を祀った。このような神社は、道南に多い。江戸時代の中頃からは、江戸地へのロシア人の関与が、幕府の懸案となった。幕府は、函館奉行所を設けた上で、江戸地の一部を抗議御領とし、 東北地方の諸藩に警護を命じた。こうして、北海道の平地のあちこちに到着した、警護の武士によって建立された神社は、その多くが武神として八幡神を祀り、後に八幡神社となった。渡田を祀る神社早くから海産物を目当てに、江戸地へ往来していた和人の中には、沿岸部に番屋を設けたり土着した者もいた。江戸時代の中期には、正木藩が、 場所請けを負い人や運場屋を制度化した。道南を中心に、沿岸部には彼らによって祀られた渡積み、水神や漁獲、商売の神物を放祭する神社が分布している。こうした神社は、どこかの神社から、文霊や感情によって創建されたというよりは、自然発生的な少子が発展したものだと考えられている。主なものは、恵比寿堂弁天社、コンピラ社、五福島社、 ワタツミ社などである。農業神、稲荷社ロシアを警戒した幕府は、完成11年に北海道の一部を上地して直轄統治に乗り出す。この時北海道でも稲作が試みられるようになった。これは、冷涼な気候や協作に阻まれて廃れるが、安政期には再び行われて、一定の成果を得た。明治中期以降になれば、稲作は、石狩や胆振地方でも成功した。 また、完成、文化年間から移民があり、特に、天保期には、東北地方の大飢饉を逃れた移民が増えた。こうした、農業移民によって採取されたのが稲荷社で、道南から道央にかけて多く建立された。豪族の中から台頭した柿崎氏によって、道南で、正木藩が成立した。柿崎敏弘が、天正10年に創建した、新名社は、明治期に、 周辺の多数の小神社を合祀して、徳山大見和暮となった。正崎藩では、自社長奉行を置いて、宗教統制を行った。江戸期には、正崎藩を通じて、江戸地各地へ和人が入るようになり、正崎城下を除いても江戸地には140の同社があった。ここでいう、同社には、現在は神社とみなされるものと、そうでないものが含まれている。前者には、八幡社や、 恵比寿道、稲荷社などが該当する。校舎には観音堂や地蔵堂薬師堂などがある。これらを明確に区別することは難しい。例えば、函館の湯の川温泉にあった薬師堂は現在は輸送神社となっている。神職の制度課と白鳥市正吉では、中世から主言者などが土着し、世襲で神職を務めるようになった。福山城では、 白の鎮護主として新名社を建立し、その宮司は代々白鳥氏を名乗った。白鳥家は正木藩から国中社等御役に任じられるとともに、人義官僚吉田家を通じて朝廷の関与を得て、正吉の新職の長となった。白鳥家に関して現存する古文書は少ないが、歴代の宮司による白鳥氏日記には、 天命八年から文久二年の様子が記されている。神明者を筆頭に、正木城下で特に有力な神社をふさして、正木七社と称した。正木七社は法歴年間に描かれた正木江差し病部にも描かれている。正吉地では白鳥市の下で神職や神事が整えられ、松前神楽に代表される神事の体系が制度化された。一方、 江戸地の各地で自然発生的に登場した海、水神を祀る祠は、こうした体系の外側にあった。松前神楽松前神楽は、道南の神社の特徴の一つで、道南の神社の祭祀では、必ず祭典の最後にそうする習わしとなっており、正吉の神職にとっては必須である。田楽というよりは、神事の性格が強い。起源は、はっきりしないが、伝承では、 漢文2年に初めて創されたとされている。歴代の正木藩主によって保護され、遠方9年には、正木藩で大神寺規約が作られた。日山地方では、江差神楽、尻部市地方では、お島神楽とも呼ばれたが、現在はおおむね、松前神楽で統一されている。北海道の無形文化財に指定されている。札幌神社を創建した、島義勇札幌神社に受題する。 法兵士の行列明治2年9月に開拓長官に任せられた東、プゼ道富が北海道へ赴くにあたって、明治天皇から開拓三神として、大国魂命、大名口の命、少なびこなの命の見柱の宝船が下された。北海道鎮座震災を行い、大上官から三面の心境が東、久ゼ道富に託された。東、プゼミチミの名城として、 実際に札幌に赴任したのは島吉武で島によって開拓新直祭者総研の計画が立案された。島は間もなく罷免されてしまうが新神社総研の事業は大ね島の計画に沿って進められ明治4年に札幌神社と命名してセンされた。6月15日を例祭日とし当日は全道民が休業し参拝。 要拝するように開拓史によって布告された。札幌神社は明治6年には官兵商社まで昇格し、公典皇宮所も置かれ、以後北海道の神社行政の中心地となった。北海道では国家の創始としての神社は、これが初めてのものである。これ以前の神社は武士や居住民が事故の進行のために起こしたものであり、この点において弁別される。 新地である北海道での札幌神社の創設は、後に台湾やカラフと朝鮮半島での外地神社の手本となった。故郷の神明治期には北海道各地への入植が推奨され、全国の村から数十個から時には百個を超す単位で団体入植が盛んに行われた。彼らの多くは、ソレー、サンド人として故郷の神社を混流して入植先で祀った。 炭鉱の神北海道では、中世から砂金採取が行われ、開拓が始まると各所に鉱山が設けられた。特に、空地地方では無数の炭鉱が開かれたが、こうした炭山の神として、大山みの神を祀る神社が設けられた。明治十三年に創建された幌内神社が、その講師とされる。神明と開拓、三上郷里が異なる出身者が集まった地域や、 口述する神社改正によって神社の合祀が行われた場合には祭神を滑る形で神明を祀るようになった。札幌神社で開拓三神を祀るようになると新しく公認を得ようとする神社はこれに習って開拓三神を新たに主神とするものが現れた。基本的には官兵社からの分礼が禁じられていたが札幌神社に限っては特別神霊として分礼が許され、 深海地に開拓三神が祀られるようになった。明治4年に社格制度が定まると、北海道でもこれに則っ,って、北海道うちの神社の調査に乗り出し、神仏分離や統廃合を行った。これを北海道神社改正と称する。当時は北海道といってもほとんどが未開拓で、神社改正の対象となったのはもっぱら、道南地方だった。明治八年から、 神社改正によって、神社の公認が始まり、合社や尊社の社格決定を行った。明治14年の記録によると、函館県、札幌県、根室県の神社数は、函館県が370社、札幌県が150社、根室県が32社と、全道の3分の2の神社が道南に集中していた。一方、函館県の370社のうち203社は、 非公認の造車だったが、札幌県では非公認神社は150社中36社である。これら道南の小神社の多くは、後の統廃合により激減した。この頃の社格の認定は、概ね次のような傾向がある。菊池主義方北海道神社改正に大きな役割を果たしたのが、札幌神社の事実上の初代偶司であ,である、菊池主義方である。菊池主方はもともと、 吉田だけの執事で養子となって、箱館八幡宮の官主となっていた。箱館が、正木藩から幕府の天領に変わると、菊池茂方は、箱館八幡宮が、箱館の総鎮守であると称するようになった。箱館戦争では官軍に協力して、遊軍隊を組織して、戦果を上げ、報奨を得て、新政府の北海道での神社政策に足がかりを得るとともに、まさ藩、 白鳥家の旧体制からの脱却に成功した。菊池茂方は神技官となって開拓史の一員となると同時に札幌神社の神職に任用された。東京へ赴いて北海道の神社行政全般について神技省との接衝を行い、明治初期の北海道神社改正は菊池のもとで行われた。この中で函館八幡宮は県者に昇格をする一方、 道南では神社の統廃合が多くなされた。道南地方明治元年の正木では、将軍地蔵村や大島大明神などの神仏、根拠的な指導が処分された。明治4年以降、神仏分離に基づいて古く根拠的な寺社が多い道南では仏像の撤去や社名、神明の解消が積極的に行われたが、内地のような廃仏希釈の騒動には至らなかった。江差市では、 神社の仏像が焼却されたり、有意書のはっきりしない少子が廃されたが、大きな混乱は起きなかった。多くの古い神社を有していた道南地方は、北海道でも先駆けて、豪社、孫社の認定が行われたが、北海道全体の認定が進むと、豪社よりも孫社の方が、宇じ子の数が多いなど、道南地方の社格認定の整合性が問題になってきた。その結果、 明治8年に、函館市長下の豪社、尊社の社格区分の構成があった。北海道庁の出張所がある、港が大きい、神社の社殿等の整備が行き届いている、といった神社を豪社とし、それ以外を尊社とすることにした。道南の社格の最終的な確定は、明治9年10月となった。江戸時代から、総鎮守を自称し、開拓死が、 数形者としてきた函館八幡宮についても、その地位を見直す必要があり、ひとまず県社となり、明治10年には国平商社となった。北海道では地理的な事情から神社明祭の作成が遅れた。全道的な神社明祭がひとまず完成するのは明治12年になった。ただし、これにも収録されない小さな無眼神社がたくさんあった。 北海道全体ではその後も神社は増加したが、道南に限ると整理統合によって減少した。例えば、明治39年から大正5年までの10年間で、函館市町では公認神社が167社から107社に減った。同じ時期の日山市町では141社から42社に減っている。これらの多くは無格者や損者だった。道南以外では、 例えば、空地地方では19社から33社へ逆に増えている。全国的には明治から昭和にかけて神社の総数は半減したが、北海道では逆に増えた。明治15年に北海道町内に社寺平時係が設けられ、神社行政を所轄することになった。北海道では日本各地から入植移民があったが、多くの場合、彼らは 出身地ごとにまとまって入植した。彼らが新たに開拓した土地には、故郷のうぶすながみを祀る傾向があり、北海道では現在も様々な土地に由来する神社を各地に見ることができる。また、異なる地方の出身者が入植した土地では、アマテラスを祀る、神明社や札幌神社から分類した開拓三神を祀る神社を起こした。入植当初の原野では、 切り倒した大木の切り株に神棚を祀ったり、祭り神明を記した棒を立てて、簡素な鳥居を設けた粗末な神社が設けられた。これらを切り株神社や牧喰神社と称することもあった。こうした未公認の神社は無岩神社と呼ばれた。無岩神社の乱立は、小神社を統廃合して格式ある神社の体系を築こうとする国策に全く反するものであった。 しかし、開拓地の最前線では、公認神社まで参拝するにはしばしば片道数日を要するような状況であり、また一家総出で開拓に当たる開拓者にとっては、参拝のために数日留守にするような余裕もなかった。このため北海道では、小神社を削減するどころか、各地で新神社創立の申し出が後を絶たなかった。北海道庁は、こうした事情を組んで、 無願神社の取り締まりはあまり行わなかった。明治21年に神社公認の権限が内務省神社局から北海道庁へ移管となった。それまではいちいち内務省へ許可を受ける必要があった神社の取り扱いを北海道で判断できるようになった。これは全国的にも北海道に限られた特別なことだった。 明治27年には、尊社のもとに新たに、無格社を定め、公認の基準が緩和された。このため、北海道内には、明治20年代から30年代に、公認を受けて、創立となった寺社が多い。明治34年には、一町村一社の原則を、翌35年には、社寺規定を定め、公認神社の基準を定めた。 一町村一神社各町村の中心地にある神社を公認神社とするもの。それ以外の神社は未公認神社として各地の神職がところを人しするものとした。社寺規定明治35年2月の社寺規定による公認基準は次のようになっている。この基準は各地の新しい無眼神社を公認神社とするための整備の目安となった。明治十九年には 社寺仏道配合の件という指針を示し、公認神社のない地域では無願神社を整備して、公認の要件を整えるよう指導した。境内地や社殿、財産の整備と、宇治子や新都数には、社格相応の水準が求められ、各古町や町村長らの市長には、各地の神社に出向いて確認することになった。これらによって、大正初期までに、 北海道うちの神社数は3割ほど減少した。ただし、削減されたのはもっぱら、道南地方の神社で、北海道全体の減少数が161社なのに、対し、道南だけで159社が減少した。明治39年には、新鮮白神領とも新制度が導入された。これは、神社の祭礼に際し、地方長官が指定する神社に公金が支出される。 制度である。韓国弊社には国庫から、府県社、豪村社には、地方団体からの支出が行われた。北海道の場合は、県社には、北海道地方費が、豪社には、区や、町村から、共信金が出た。明治39年当時は、府県社に10円、豪社には7円、村社には5円が支出された。これは、すべての豪社、村社に、 自動的に支出されるものではなく、豪舎や孫舎に劣格されていても、公金が出るところとそうでないところがあった。例えば大正5年の北海道で実際に公金が支出された神社の割合は、県舎、豪舎、孫舎だった。札幌神社の場合、大正14年の共信金は3283円であった。大正時代に入って、開拓事業がある程度進んでくると、 北海道の特殊性も一段落したと考えられた。これを受けて、これまで全国の府県を対象としていた神社規定が改正され、北海道も加えられた。神社規定には最速として北海道神社規定が設けられた。一町村一神社の方針に基づいて、各地の非公認神社でも神職を整えるようになった。明治末期には約550社、 約100人に増加し、北海道新職会が組織された。北海道新職会は、昭和12年には、北海道神社協会に発展した。さらに、戦時体制が強化され、大日本人議会が発足すると、昭和17年には、その北海道支部となった。神社では、部分長休や、国威形容が行われてきたが、昭和18年には、選挙区の悪化に伴って、 神社の境内に防空壕を整備するようになった。昭和20年に北海道庁では新たに上川神社、住吉神社、八幡神社を国兵舎とする方針を立てた。しかし、終戦によってこれは実現しなかった。某神戦争以降、戦没者を祀るために全国に召魂者が創建された。特に兵部省など官庇で採取されたものを関西召魂者といい。 北海道内には、函館、正木、き、江差市の召魂者がこれにあたる。一方、慈悲で採取された者は私、祭り召魂者と呼ばれ、旭川、札幌の召魂者がこれにあたる。昭和14年には、全国の召魂者が五国神社と改称された。一般に五国神社は、官費が支出され、一府県に一社とされたが、 北海道は広いため特例として三者が指定された。普遍者に準じる者として、指定五国神社に、北海道五国神社、札幌五国神社、函館五国神社ができた。一方、尊者に準じる者として、正木五国神社と江差五国神社が、指定外五国神社となった。GHQ の神道指令によって、国家神道が解体されると、全国の神社は、 新たな宗教団体として神社本庁を組織した。北海道でも北海道神社庁が結成された。道南の神社では、これとは別に北海道神社協会を組織した。公認された神社のうち、これらに所属しない神社は単立神社と呼ばれる。この他大半の神社が未公認の神社となっている。平成11年の北海道神社調子によると、各神社の数は、 下記の通り、昭和21年に神道指令を受けて大日本人議会は解散した。これによって従来の社格は破棄され、各神社は優劣の序列のない各個の宗教団体となることとされるが、従来の神道会の秩序が乱れることを有料した神社が集まって神社本庁を創設した。これにはそれまでの大日本人議会に属していた大半の神社が参加した。 北海道では当初539社によって北海道神社長が組織され、現在は北海道の神道系の宗教法人の8割に当たる約600社が加盟している。元来、開拓民による新開地の神社とは正確をことにしてきた道南地域、特に大島の神社は北海道神社長に参加しなかった。当時の記録によれば次のような理由を挙げている。 道南では江戸時代から伝わる松前神楽の伝統があり、神事では必ず神職がこれをそうすることになっていた。また上日の通り、神仏分離や神社整理による神社の統廃合を受けたのはもっぱら、道南の神社に限られており、こうした特殊性も一因とすることができる。道南の神社は北海道神社庁には参加せず、独自に北海道神社教会を創設した。 2006年時点では61社が参加している。札幌神社は昭和39年に明治天皇を合祀して北海道神宮となった。6月15日の例祭日は札幌祭りとして行われてきたが昭和40年代には北海道神宮の祭典に際して市内の町内会で募っている寄付が事実上強制であるとして問題視する動きがあった。 6月15日の例祭日は札幌祭りとして札幌市内の公立学校も休校や半日のみの授業となっていた。これに対し、政教分離の観点から異論を唱えるものもあった。6月15日は郷土の日として現在も公立学校は半日授業となっている。平成22年には砂川政教分離訴訟の判決があり、注目を集めた。 ありがとうございます。